これからですね、いろんなことにチャレンジしていこうかなと。あ、いいですね、チャレンジしましょう。絵本をね、書こうかなと思ってるんですよ。あ、絵本。はいはい。あ、まあ、絵本もいいですね。こう将来出版とかできたらいいよね、うん。タイトルはもう決まってるんですよ。お、絵本ってでもタイトルが一番大事やんか。もう手に取るかどうかってそこやから。ハリネズミとママからもらった大事な風船。ええー、なあいいでしょ。あれ、よかったな。うん、内容もええ。内容気になる。これハリネズミの子供がママからプレゼントで風船をもらう、うん、だけどね、風船で遊びたいんやけども遊ぶことができないのよね。そうか、ハリネズミやもんな。まあ言うてますけどもね、見渡す限りじゃないですか。なんですか。完全ですね。べっぴんさんしかいてない。もうあのさ、どうしたんしもちゃんは。女と共に生きて生きて。キショさん何をいきなり言うてんねんお前は。いや、結婚願望があんねん。あ、なるほどね、うん、そう、今付き合ってる彼女がおんねんけど、うんうんうん、ちょっとサプライズプロポーズを考えておりました。めちゃくちゃええやん、ま、女の子はスタバとサプライズプロポーズ一番好きやから。しもちゃんやったら、うん、絶対びっくりするようなサプライズプロポーズあしてると思うで。あ、ほんま。ちょっとどんな感じか見てみたいわ。ほな、わしはわしやるわ。ほな、女の子彼女やってみるわ。オッケー、シャカシズマスずいや拍手が出るようになったって。社長のお話っていうのは、うん、まあ、あのここ1ヶ月間毎日言うてんねんけど、君もうクビなんや。アホやないかも。毎日言われてんねん。1ヶ月すごい来るから。来るからやないよ。今日初めてや、ね、社長のお話っていうのは。社長、うん、社長、うん、社長、うん、え社長社長、え、子供の泣き方。社長、いや、実際我々ね、もう37ですよ。そうね。そうなってくるとやっぱりこう高校の時とか懐かしいなと思うでしょ。そういう年代になってきましたねそうそうそうだからね、あの高校の時の変な緊張感いっぱいあったでしょ。変な緊張感、あのテスト前の緊張感とか、あの校内放送で呼び出される緊張感とか。ああ、なるほどね。別に悪いことしてないけど、なんか呼び出されてドキッとするみたいな。そうそうそう、ありましたね。あの緊張感ちょっと久しぶりに味わさせてあげるわ。うん、いや頼んではないけど、そんなこと。いや、いいからいいから。押し付けがましい、うん、あの俺あの校内放送やるから、うん、自分が呼び出されるとは思ってない学生やって。学生やったり。あ、そうそう、学教室にいる学生。何を自分が何をヘラヘラしてるさっきから。いやいや、いや、緊張感ずっとヘラヘラしてない。あの緊張感やんか。大丈夫、自分呼び出されるか分かってないね。あ、分かりました。おい、行く、行く、ピンポンパンポン。え、いや、ちょ待てよ、早すぎるやろリアクション早すぎやろ。そうなん、自分呼び出されるの分かってるやつやん。や、厳しいな。そんなん全員言う、えって言わなあかんやん。そのタイミングでえっつったらむちゃくちゃ厳しい。自分呼び出される分かってんやつ教室おんねんで、うん、他のクラスメートもおるで。ピンポンパンポン3年早いって。ちょっとね、僕たちアインシュタインと申しましてですね、はいはい、あの僕たちあの4月からね、あの、はい、大阪から東京の方に行かせていただいたんです。まあちょっとあの所属が変わりまして、はい、大阪が長かったんでね、はいはい、本当に大阪で培ったものっていうのを大切にしていこうってこう2人で決めてね。まあもちろんね、そりゃそうですよね。その大阪の力で東京と戦おうぜって、はい、まあまあちょっとね、言い回しは恥ずかしいもありますけども。でもやっぱり僕はね、心がすごく弱くて、はい、なんかブレそうになったりね、東京に飲まれそうになったりするんですよ。はい、そうですか。でもやっぱりね、はい、コンビでよかった。あ、コンビで、はい、はい、相方がね、やっぱりもう男気あってね、いやいや、まっすぐ、はい、もう僕がブレそうになってたら、もう河合さんがそのブレ、はい、パッ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 パー。お前ええわ、お前もお前って、もうええって、もう2ヶ月毎日言うてるぞお前バーバー言うて、このわけのわからん拍手のこのセット。インテリア凝ってた。いや凝ってるよ。そらどんなんよ。なんかな、おしゃれなさ、変わった形のテーブルがあんねんな。テーブルバグってんのはバーやな。そうやねん、やろ、バーやな。でそのテーブルさ、うん、団体さんが来た時だけ、うん、間のついたて外れて8名席に。お座敷やないけおい。え、居酒屋やん。いや、バーよ。ほんまに、うん、床フローリング。いや、掘りごたつ。居酒屋、居酒屋、居酒屋は。え、ほんまにバーなんかそこお前。いや、そこバーならではのさ、はあ、おしゃれなおもてなしがあんのよ。おしゃれなおもてなし何よ、うん、なんか入り口でな、はあ、木のカードをもらえんの。謎かけとかもできなあかんねんで。謎かけあるやんか、何々とかけましてみたいなね、商店でやる、ご飯とかけまして。あ、できる、はい、ご飯とかけまして、ふりかけをかけます。かけすぎやお前は
じゃあ何々と溶きます言うなお前は。ご飯とかけまして。ご飯とかけまして、生卵を溶きます、うん、卵かけご飯やないかい。え、何でもご飯にかけようとすなよお前は。ちょっと見本見せてもらっていいですか。見本、はい、今ねこう日本、まあ、世界を困らせてる、うん、あのテーマで仕入れたんでちょっといきますわお前、はい、コロナウイルスとかけまして。コロナウイルスとかけまして、メロンと溶きます。メロンと溶きます。その心は。マスクがあった方がいい。すごい。え、笑いなかったんですけど。言わんでええねん別に。いいんですかね。